ラサーの一致には3年間交際している彼氏、エイオがいた。周囲は結婚、出産ラッシュを迎え、一致も結婚を強く意識するようになったのだが、結婚の話を出すとのらりくらりと交わし、結婚に焦っていると煽るエイオ。エイオの態度に別れることを意識していた一致だが、エイオが突然、プロポーズをしてきた。そのあまりの身勝手さに一致は復讐を決意。一致の復讐とは？そしてエイオに待ち受けていた思わぬ末路とは？何度も結婚を引き延ばす彼氏。お望み通りにしてあげた結果。アラサーになると、周りは結婚、出産ラッシュ。私は27歳で、同じ年の彼氏のエイオとは、会社の同期として出会ってから距離を縮めて、自然に交際をスタートさせて3年、同棲し始めて1年半が経っていた。周りの状況に、私たちもそろそろ結婚する時期なのかな？と思いながら、エイオに対して、結婚の話や、子供は何人欲しいねと、将来の話をそれとなく持ちかけていたのだが、エイオは結婚の話題が出るたびに、あからさまに話をすり替えたりして、結婚に対して前向きではないのかなと思った私は、意を決してエイオにはっきりと聞くことにした。エイオは結婚に対してどう思ってるの？あんまりしたいとは思ってない？全くしたくないわけじゃないけど、今すぐにしたいかって言われたら、したくないかな。でも私たち27歳だし、付き合って3年だよ。この先、結婚も視野に。あのさ、俺も結婚するなら一致だと思ってるけど、こんな風に迫られると萎えるんだよね。何をそんなに焦ってるの？っていうか、今でも一緒に住んでるわけだし、結婚して何が変わるの？私が二人のこの先について、真剣に考えてほしいと訴えようとするのを、エイオは鼻で笑いながら遮ってきた。そして、最近の私の言葉の意図を察していたらしいエイオは、ここぞとばかりに、結婚に対しての反論を繰り出してきた。っていうか最近になって急に、結婚って言い始めたけど何なの？周りは結婚や出産を迎えているし、私たちも3年という節目に、結婚についてしっかり考えた方がいいと思ったの。今までなんとなく付き合ってきたわけだし、ここで一旦、お互いの意思を確認しようよ。周りが結婚してるから一致もしたいってこと？じゃあそれ、相手が俺じゃなくてもいいよね？他人とか関係なくね？俺は一致と一緒にいたいと思ってるから、一緒にいるわけだし。だからこそ、わざわざ結婚なんて、しなくてもいいと思うんだけど。あまりの言葉に絶句して黙った私を見て、論破してやったと、言わんばかりの表情を浮かべ。あんまり女が結婚って言わない方がいいよ。見苦しいから。と、エイオは嘲笑して、その場を後にした。私はそんなエイオの様子に失望し、この人に何かを期待するのはやめようと。エイオとの結婚を諦めた。私、彼氏にそんな風に煽られたら、その場で出ていくかも。っていうか適齢期の女性を捕まえておいて、結婚に対して、一緒にいられればいいじゃん。みたいな無責任な男、無理だわ。まあそれはお互いの価値観もあるだろうけど、その確認をするための話すら、まともに聞こうとしないのは終わってるな。結婚の話を出した一致を、27歳という年齢にもかかわらず、子供じみた態度で、煽り続けるエイオに対して、話を聞いていたスレミンたちも、呆れや怒りの声を上げた。エイオの態度に期待することをやめ、エイオとの別れに向けて、動き出そうとしていた一致だったが、この話し合いの直後、エイオの態度がなぜか一変した。私はエイオの言葉を聞いて、結婚せずに過ごすことを考えたりもしたのだが、そもそも私が真剣に話しているにもかかわらず、ニヤニヤしていた上に、私をバカにして煽ってきていたエイオと、人生を一緒に過ごすことは無理と判断し、期待することもやめて、エイオに別れを切り出そうと決意した日、残業から帰ってきたエイオは、大きな花束を抱えて帰ってきた。そしてその花束を満面の笑みで私に差し出しながら、一致、結婚しよう。と、突然、プロポーズをしてきたのだ。私はエイオの言動にフリーズしてしまい、何？どういうこと？と、絞り出すのに精一杯だった。何ってなんだよ。一致、俺と結婚したかったんだろ？真剣に考えてみたら、結婚するのも悪くないかなって思ってさ。いやいや、だって数日前には、結婚したくなさそうだったじゃない。なんで急に？実は部長から、男は結婚して一人前だって言われてさ。やっぱり家庭を持ってる男と、そうじゃない男とじゃ、社会的な信頼も違うって言われたんだよね。俺も出世したいって思ってるし、一致も俺と結婚したいんでしょ？ちょうどいいじゃん。私の疑問に生きようようと笑顔で答えるエイオに、つい先日芽生えた失望感を余裕で上回る失望感と、
自分がこんな男性と3年間も交際していた事実に、とんでもない絶望感を覚えた。そしてそれと同時に怒りが湧いてきた私は、その場で A 男に対しての復讐を決意した。いやいや、結婚なんて、そんな急いでするものじゃないでしょ。っていうか本当に私と結婚したいと思ってるの？出世したいだけなら、相手が私じゃなくてもいいんじゃない？それに結婚してなかったとしても、一緒にいるだけで十分じゃん。一旦、冷静になって考えようよ。私は先日 A 男から言われた言葉を、そのまま皮肉として返したのだが、それに気づいているのかいないのか、A 男は。確かにそれもそうだな、独身でも出世している人はしてるわけだし。と、私の言葉に自分を納得させるようにうなずいていた。そんな A 男の様子に、私は内心、自分の意見はないのか？と。今まではあまり感じていなかったような、A 男の情けない部分が目につくようになった。確かに上司に言われたから結婚しようって言って、一気にしなくてもいいって言われたら、それもそうだなって納得してるのは滑稽だな。一気に対して、他人がどうのこうのって言っていたくせに。しっかりブーメラン刺さってる。私もこの A 男の反応に、かろうじて、少しだけ残っていた愛情が全て消し飛んだし、復讐したいと思うようになった。それからというもの、A 男は何か見つけて、結婚について口にするようになったので、私は逆に、それまで A 男からされていたように、結婚の話が出たらすぐに話をすり替えたり、結婚のメリットって？今の生活と何が変わるの？と、質問を返すようにした。次第に A 男も今までの自分の言動を、私がそのまま返していることに気がついたようで。今まで待たせたことに怒って、そんなことばっかり言ってるのか？大人げないぞ。このまま俺と結婚できなかったら、後悔するのはお前なんだからな。と、私の態度を嘲笑うようになってきた。何のこと？私は A 男の話を聞いて、自分の考えを改めただけだよ。A 男の考えに歩み寄ってるだけじゃない。これから先のことを考えたら、今は結婚する時じゃないのかなって思っただけ。A 男だって、上司に言われたから、結婚したいと思っただけでしょ？結婚って一生のものなんだよ。よく考えたの？上司はあなたの人生に責任を持ってくれないよ。私がそう言い返すと、A 男は言い返す言葉もないのか。いつも話し合いはそこで終了していた。しかし A 男は懲りずに毎日のように。そろそろ考えを変えた？俺と結婚した方がエッチのためにもいいと思うけど、なんでそんなに結婚したくないの？と、聞いてきていて。ちょっと前までは結婚するなら、絶対に A 男と結婚したいと思っていたけど、一緒にいられるのなら、結婚なんてしなくてもよくない？っていうか A 男だからこそ、面倒な結婚なんて手続きを取らなくても、一緒にいられると思ったんだけど、と、適当な言葉を返して、結婚話についてのらりくらりと交わしていた。そもそも私が結婚の話題を出して、親への挨拶などの提案をした時にも、俺は、イッチと一緒にいたいんであって、イッチの親は関係ないし、それは俺の親だって一緒だよ。だいたい、親戚問題とかになるかもしれないのに、わざわざそんな面倒な関係は、持たなくてもいいんじゃない？と、両親への挨拶すら拒否していたのは A 男だ。私はその推し問答の間にも、転職先や引っ越し先を探していて、A 男のプロポーズから1ヶ月ほどが経過していた。A 男はあの手この手で、プロポーズをしてきていたのだが、それもいつもの調子で交わしていたある日、A 男が、久しぶりにデートしよう。と、私を誘い出してきた。私は全ての準備が整っていて、このデートの終わりに、はっきりと別れを告げようと決意し、最後のデートへと出かけた。デートコースは、定番のデートスポットを巡りながら、A 男が自己満足に浸っている様子を、見るだけの時間が過ぎていった。この復讐を始めてから、A 男に対しての気持ちは一切冷めていたのだが、A 男が思い出を語ったりしていて、私も内心。そんなこともあったな。あの頃は確かに楽しかったな。なんて感傷に浸ったりもしていた。そして夕方に差し掛かった頃、A 男が、歩き疲れたから、ちょっと休もう。と言って、近くにあったベンチを指さした。そして私をそのベンチに座らせて、イッチ、喉乾いたろ？飲み物買ってきてあげるから待ってて。と、なぜか私を置いて、足早にどこかへと走っていった。そのベンチは近くにショッピングモールがあって、休日の夕方ということもあって、周りはカップルや家族連れ、いろいろな人々で溢れていた。なかなか戻ってこない A 男に痺れを切らして、電話をしようかとスマホを取り出したとき、どこからともなく、懐かしいラブソングが流れてきたのが聞こえた。その曲は3年前に流行ったラブソングで、確か恋愛映画の主題歌だった気がする。
懐かしい曲が流れてるな、なんてのんきにその曲を聴いていたのだが、ベンチの周りにいた人々の流れが、なんとなく変わった気がした。そしてその中の一人がピタッとその場で立ち止まり、それに合わせるように、他の人々も足を止めた。そんな不思議な光景を眺めていると、ものすごく嫌な予感が湧いてきた。その瞬間、BGM の音量が急に引き上がり、それと同時に、立ち止まった人々が、その音楽に合わせて踊り出した。あろうことか、彼らは私に笑顔を向けている。フラッシュモブだ。そしてそんな楽しそうに踊る彼らの隙間から、彼ら以上に満面の笑みの栄養が、踊りながら近寄ってきた。私はその場から、すぐにでも逃げ出したい衝動に駆られていたのだが、とっさのことで体は全く動かず、冷や汗と動悸が止まらなかった。なぜなら私は、フラッシュモブだけは、絶対にされたくなかったからだ。そしてそのことは付き合い始めた当初から、エオには話していた。そんな私の心情とは裏腹に、曲は終盤を迎え、エオは私の目の前にひざまずいた。一死。一生幸せにするから俺と結婚してください。エオはそう言って、私に指輪を差し出している。無理です。ごめんなさい。あなたの顔も見たくありません。私は震える声で、しかしはっきりとエオに告げた。は？お前、俺がここまでしてやってんのに、恥をかかすなよ。私の言葉にエオはかなり慌てた様子で、小声で言ってきた。ご協力いただいた方、ありがとうございました。もう帰っていただいて大丈夫です。あ、生産とかって残ってますか？おい、いい加減にしろって。いくらなんでもやりすぎだぞ。いい加減にするのはあなたの方でしょ、エオ。私、この1ヶ月間、あなたとは結婚したくないって何度も言ってたよね。それに3年前から、フラッシュモブだけは嫌って言ってたよね。私、注目されるのも、他の人の目の前で、重大な決断をするのも嫌って。しっかり理由も説明していたよね。あなたと結婚なんて無理。絶対に無理。お前、これだけの人が協力してくれてるのに、なんだよその態度。誰かが協力してくれてるプロポーズだから、絶対に受け入れなきゃダメなの？そもそも、あなたが結婚したいのって上司に。結婚してない男は一人前じゃないって言われたからよね。それまで私が何度も結婚の話をしていたのに、その度に焦りすぎだとか萎えるとか言ってたのに。それは、だから上司のその一言に、背中を押してもらったんだろ。恋人の私の言葉は全く聞いてくれなかったのに。全く関係ない上司からの言葉で、結婚を決意するって何なの？そんな薄っぺらい気持ちで結婚を言い出す人に、自分の人生を預けたくないんだけど。フラッシュモブの人たちは立ち去る人もいれば、他のヤジ馬と一緒になって、私たちを見守る人たちもいた。いい加減にしろって言ってるだろ。結婚してやるって言ってるのに、何がそんなに不満なんだって。はっきり言えよ。花束もやったし、指輪も用意しただろ。この1ヶ月間、俺はお前に尽くし続けていたし、親への挨拶だって言ってやるって言ってるだろ。ここまでさせておいて、27歳のいい年した女が変な意地張るな。私の言葉についにエオは、大きな声を出して怒りをあらわにした。周りの人は、エオの言動にドン引きしているように見えた。ところどころから、あんな感じで、結婚してもらえると思ってるのやばいな。女性の方、完全に男のこと嫌がってんじゃん。フラッシュモブまでされちゃってかわいそう。という声が、漏れ聞こえてきた。その声はもちろんエオの耳にも届いたようで、エオは怒りと恥ずかしさで体をプルプルと震わせ、その声がした方向を振り向いて、声の主を探すように人々を睨みつけていた。何が不満かって、あなたのそういう態度だし、他にも色々と何個も、何度も説明したよね。フラッシュモブのこともそうだけど、私の話、全く聞いてなかったってことだよね。どこの誰が、自分の言葉を、まともに聞いてくれない人と結婚したいと思うのよ。とにかく、もう二度と顔も見たくないから。さようなら。私はそう言ってエオに背を向けて、その場を後にしようとしたのだが、当然、エオは私のことを引き止めようとしてきた。エオのその行動は簡単に予測できたので、これ以上、付きまとうようなら、警察に相談しますんで。と吐き捨てると、さすがにまずいと思ったのか、おとなしく引き下がった。私はその場を後にして、エオと住んでいた家に帰ることなく、用意していた新居へと移った。別れを告げてから帰らなくて済むように、前もって荷物を移動させていたのだが、それにもエオは気づかないくらい、私の行動を全く把握せず、自己満足な愛情表現をして、1ヶ月を過ごしていたのだ。その事実に、改めてエオと結婚していたら、彼の自己満足に付き合わされる生活を、送ることになっていたのだろうと思った。
一致、完膚なきまでに栄養のことを論破したな。ここまで徹底的にやったら、逆恨みとかありそうだけど大丈夫？私もそれは少し怖かったから、絶対に特定されないところに新居も借りてたし。会社も有給休暇の消化に入っていて、会社で顔を合わせることがないようにしていた。証拠りもなく、一致の意思を無視して、プロポーズを敢行した栄養。当然のように一致はそれを拒絶し、栄養は一致に大勢の人の前で、こっぴどく振られる屈辱を味わうことになった。そして、一致が苦手としているにもかかわらず行った、栄養の自己満足なフラッシュモブ。この自分の計画によって、栄養はさらなる悲劇に襲われることになる。その後、私は新居への引っ越しを無事に終え、有給休暇をのんびりと過ごしていると。仲が良かった、元同僚の女性からの連絡を受け、栄養の現状を知ることになった。あのフラッシュモブが行われた日、家族連れで、ショッピングモールを訪れていた社員がいたらしく、あの悲惨なプロポーズ現場を目撃した彼は、そのことを他の社員へと話し、瞬く間に、栄養と私の破局と、その経緯は社内に広まっていったらしい。それだけでも栄養はかなり参っていたようだが、黙ってやり過ごそうとしていたそうだ。しかしあれだけ注目を浴びたプロポーズの失敗は、面白がって撮影していた人々によって、動画がネット上へとアップされ、拡散されてしまったそうだ。正直、そこまで大事になるとは思っていなかったので、栄養のことを気の毒に思う気持ちはあったものの、フラッシュモブという派手なことを、自分勝手に計画したのは栄養ということもあって、私はそれ以上、栄養のことを考えることはやめて、新生活へと気持ちを切り替えた。そしてこの話から数ヶ月が経つ頃、私は例のショッピングモールを訪れて、買い物をしていた。苦い思い出があったものの、拡散された動画は顔にモザイクがかかっていたし、何より、そのショッピングモールが、地域で一番で大きな施設だったので、いろんなことが落ち着いた今ならいいだろうと、油断していたのもあった。しかしこのことをすぐに後悔することになった。買い物を終えて帰ろうとした時、一致。と、聞き覚えのある声で引き止められ、嫌な予感がしたのだが、反射的に振り返ってしまった。やっぱりお前も未練があったんだな。だからここに来たんだろ。そう言って私に近寄ってきたのは、以前の面影をかろうじて残しているものの、やつれきって、焦点の合わない目で、私を見据えた栄養だった。未練なんてないですし、もうあなたとは、全く関係ないので話しかけないでください。いつまで意地張ってるんだよ。いい加減、俺の気持ちを受け入れて結婚しようよ。どちら様ですか？ニタニタした笑みを浮かべて、私の腕に手を伸ばした栄養の手を、私の隣にいた男性が叩き落とした。あんたには関係ないだろ。部外者が出しゃばるな。部外者じゃないです。一致は俺の彼女なので、触らないでください。栄養はその言葉に一瞬ポカンとしたものの、今度は怒りで顔を真っ赤にした。その時、私と一緒にいたのは新しい彼氏だったのだ。どういうことだよ一致。浮気していたのか。浮気じゃないです。私とあなたはあの日に別れたんです。あなたと別れた後に彼と付き合うことになったの。俺は一致と別れるなんて言ってない。いい加減にしてください。警察を呼びますよ。呼べばいいだろ。相変わらず私の話を聞かずに、自分の主張ばかりする栄養から、私を隠すように彼氏が間に入ってくれた。そして栄養は彼氏に食ってかかったのだが、その時ちょうど警備員が走ってきて、大丈夫ですか？と、声をかけてきた。その状況に栄養は舌打ちをしてその場を後にし、私と彼氏はこのことを一応、警察に相談しておいた。再び栄養の逆恨みを警戒する日々を送っていたが、それからしばらくして、栄養が会社を辞めて、飛行機の距離にある地元に連れ戻されたと聞いた。実は彼氏が、とっさの判断で、栄養との会話を録音してくれていて、私はこれを栄養の実家に、手紙と共に送ったのだ。手紙を受け取った栄養の両親は、すぐに私に謝罪してくれ。私の前に栄養が二度と現れないようにと、彼を実家に連れ戻してくれたのだ。この頃には、栄養は社内の目に耐えきれず、会社を辞し退職していたので、スムーズな流れで栄養は地元へと帰ったそうだ。栄養の地元でもこの動画を見た人々が、栄養両親にこのことを知らせた結果、会社を辞めて、実家に帰ることになったそうだ。その後、栄養からの連絡や凸などもなく、平穏な毎日を取り戻した私は、栄養から守ってくれた彼氏と結婚し、今は幸せに暮らしている。ここまで聞いてくれてありがとう。栄養のその後を教えてくれていた元同僚から、栄養がマッチングアプリに登録していて、その紹介文に、長年付き合っていた女性から裏切られて人間不信になりました。と書いてあったのを見つけた。
って報告があったので思い出しかきこ。今は変なことをしたら、すぐに動画を撮られて拡散されるからな。A王は少し気の毒だけど、全部自業自得だし、地元でおとなしく過ごしてほしいな。拡散された以上、その動画を見た女性との結婚は、絶対にできないだろうね。一致の意見を完全に無視し、自分の意思と自己満足のためだけに、結婚という大きな決断を迫ってきた A王。彼は自分が立てた計画によって、大きな代償を払うことになりましたね。もしあなたに A王のような彼氏がいて、今回のような問題を抱えていたらどうしますか？コメントにて教えてください。ちなみに、フラッシュモブでのプロポーズについて、女性の支持率は 18% と、低い数値になっているそうです。今回も最後までご視聴、ありがとうございました。